千本氏は、那須七期に列せられる、日本の氏族の一つ。那須余一の兄、亀隆氏が、芸屋国千本を賜った際に千本氏を名乗った。亀隆氏は、研究年間に千本城を築城。以後、千本氏の居城となった。上級三年の上級の乱の際には、二代当主、信隆が、北条長寺に従って上落。朝廷軍との戦いで功を挙げた。また、 鎌倉時代末期の元稿の乱では六大党主教、高氏が新田義貞に従い幕府軍と戦った。建武二年の中仙台の乱の際には、義貞の下で、五醍醐天皇の敬語に当たった。15世紀の初め、主家の那須氏が分裂した際には氏も、那須氏に属した。影響11年に起きた影響の乱では、関東官令、上杉則真の下で、 足利が持氏の軍を破る活躍をしている。天文20年、千本助都氏が主君であった、那須高助を千本城にて殺害。これは、キツレ川五月女坂の戦いで戦死した、宇都宮直綱の仇を討つために、宇都宮家の武将羽賀皇帝が、那須家中の内紛を利用したものであった。那須家では助都氏討伐の声も上がったが実行される。 ことはなく、ナスケ投手となったスケタネが、スケトによる高助殺害を、小学坊、足利義氏に謝罪することによってことなきを得た。その後、スケトは、ジブナイの戦いや、大掛山の戦いなどで先行を挙げた。また、元気三連には、佐竹家の佐竹義子こと対談しナスケと佐竹家の和睦を成功させるなど、ナスカ中において、重要な役割を果たした。 スケタネの死後、スケトシの着手である、死生が妻であった大関高蔵の娘と離縁する。これに立腹した、構造は、主君のスケハルに千本死を撃つことを勧め承認を、得るとスケトシ、死生親子は、カラス山に所在する太平寺へおびき出され殺害される。これにより千本死の血筋は途絶えた。千本死の医療の一部は構造とその弟たちに分割され、残りは、 茂木治オの子である義政に分配された。千本城に入った義政は千房に義高と名乗った。天正17年8月、豊臣秀吉から召集を受けたがこれに一参する。そのことを咎められ、所領の下付国内30家村のうち23家村を没収された。天正18年の小田原征伐では、豊臣方として参陣し、 秀吉より下谷国派が軍内2千7 0国を安堵する胸の主因を賜る。ナス家は小田原に持参したことにより改役。これにより千本氏は独立を果たした。朝鮮出兵の際には名古屋城まで赴いているが渡航はしていない。慶長五年の合図整伐の際には千本二帝が命を受けて黒羽城の火星に赴いた。 この時三百国の加像を受けるとともに、宇都宮にて、徳川秀忠より、郷義弘の立ちを賜っている。関ヶ原の戦いが起こると、江戸に妻らを人質に差し出し徳川方に、強順の意を示した。慶長七年に、前年の竹抜重光追悼の功によって三千八百七十国に加像され、大臣旗元となった。慶長十九年の大阪冬の陣では、 本田正信の下で平野口を守備、よく慶長20年の大阪夏の陣でも、正信の下で河内国主軍を守備し、落ち武者の死五58を挙げた。議定が没すると、江戸幕府は、後継ぎとして病弱な着死戦法に義政ではなく、義政のこの義党を指名。義政もこれに、異論はなく隠居した。しかし義党は、子がないまま父に先立って、死去。 末期王氏の金により千本氏は海域となった。その後、吉政の次男の数高が200国で再興し、明治維新に至った。ありがとうございます。